高峰より見た岩瀬盆地と筑波山地牛だけ、住宅桜川市は、茨城県西地域に位置する市である。真壁庁舎岩瀬庁舎なお、119番はすべて、筑生市内の消防本部通信指令室で、受信されていたが、平成28年より、順次、茨城消防指令センターにて、県内各地から集中的に受信する方式に変わった。 衆議院参議院県議会2010年の県議選からは定数1の桜川市選挙区として実施される。2010年の県議選、新桜川市選挙区桜川市真壁町、東山田より見た、筑波山会。右側の山が、筑波山桜川市発足前、桜川市発足後修行人口筑波市、下妻市、筑西市など県南。 県西地域13市町に参加。他のナンバー地域は2006年10月10日に導入されるも、つくばナンバーのみ、茨城県の新県税システムの導入時期に合わせ、2007年2月13日から導入された。市内には、中心駅の岩瀬駅を含め3つの鉄道駅がある。なお、桜川市が誕生する前には、 岩瀬駅から新壁を経由して土浦駅まで筑波鉄道筑波線が走っていた。2011年4月から2016年9月30日まで乗り合いバス路線を持たなかった。そのため、旧真壁町地域では公共交通機関を利用することができなくなり予約制のデマンド型乗り合いタクシーに頼らざるを得なかった。桜川市バス広域連携バス。 山桜号2016年10月1日から2017年3月31日まで桜川市とつくば市を結ぶ広域連携バスの実証実験運行が行われた運行は関鉄パープルバスが担当した2017年4月1日以降については実証実験の状況を踏まえて検討するとし結果9月30日まで実証実験が延長された 2017年10月1日より本格運行が開始され、桜川市岩瀬庁舎まで延伸され、かつての筑波鉄道筑波線の筑波岩瀬間のルートが2008年4月以来9年半ぶりにバスで結ばれた。2010年4月運行開始の予約制のデマンド型乗り合いタクシーも65歳以上を呼び、登録を行った障害者限定で引き続き運行されている。 桜川市内巡回ワゴン、山桜号見に2020年4月より、桜川市によって運行が開始された。運行は株式会社ワイドツーリストが担当している。なお、実証実験期間中である。平日のみの運行で、主に山桜号が運行していない地区を運行している。高齢化により免許返納が増え、日常生活の移動手段確保のためとされる。 友部、猿サルタルート西小花は、高畑ルート平沢、山口ルート南飯田、門門ルート富谷、大泉ルート長方、本郷ルート犬田、青木ルート高く、玄宝ルート、上谷街、金悲しきルート玄宝寺、下屋海ルート高速バス、桜川、筑生ライナー2019年7月23日より、岩瀬駅、岩瀬中央公民館入り口、ゆららの湯から、 筑生市内を経由して、東京駅単や京駐車場を結ぶ高速バス、桜川、筑生ライナーを、茨城交通が1日3往復運行している。なお、2009年より、北関東自動車道を通る茨城交通と、関東自動車が、共同運行する高速バスがあるが、市内に停留所はない。広域連携バス運行以前、まか地区と、つくば市、 土浦市を結ぶ路線バスが運行されていたが、2011年3月31日をもって運行終了。同年4月以降、畜生市とともに毎日運行されている路線バスの路線を持たない市だった。なお、2010年2月から3月にかけて、社会実験として地域間連結バスが運行された。 休校バス、我が場号2014年7月22日から、大学生の春休み夏休み期間の平日に限り、茨城県運転免許試験場に向かう高速バス、休校若場号が、桜川市及び、筑生市を経由する、新たなルートで運行を開始。定期運行のバスが久々に運行されることになったが、後に運休となり、2020年2月1日に、廃止された。 雨引き観音、ありがとうございます。